にちは。スピリチュアルの女神です。ライトワーカーを皆さんはご存知でしょうか。目立つ職業である芸能人の総称、その特徴や使命は一体何なのか。光の仕事と訳される通り、目覚めた人類が何かの使命を果たそうとしているのか。恋愛や結婚もするのだろうか。謎のライトワーカーに迫りたいと思います。キャライトワーカーは直訳すると光の仕事をする人。その名の通り、愛情と輝かしい光が差す方向へと誘い導いていく役割を担った人たちのことを指します。地球は現在物質的に豊かで快適な住まいや道具に囲まれて幸せな生活を送っていると考えがちですが、それは大いなる観点からすると侵略の発展を遂げているという状況にいます。それに気がついたら、人類は本当の意味で愛に目覚めます。その覚醒の手助けをすることがライトワーカーの存在する理由です。ライトワーカーは私たちと同じ肉体を持ってこの世に生まれ出た人間です。ですが、生まれ持った魂がそれぞれ違い、癒し、導きだったり役割は様々となります。その生まれ持った特性によってライトワーカーとしての活躍する役割も変わってきます。人類を愛と癒しの力でサポートし、光の道へ誘うことが主な役割です。地上での生活で様々な悩み、苦しみ、悲しみの問題を抱えている人の力となり、サポートとなり、光あふれる未来へ歩いていけるように導いていくのがライトワーカーとしての使命であり目的です。ライトワーカーは男女分け隔てなく生まれ出てきます。男女のライトワーカーでは役割が少し違ってくるようです。女性の場合、過去に辛い経験をし人一倍悩み苦しんで考え抜いた末、スピリチュアルな方向に興味を抱き、宇宙の間にまで学び、苦しみを味わったから分かる他人の辛さを優しさや癒しで解放へと導く。男性の場合、過去に辛い経験をするところは女性とほぼ一緒ですが、一つ違うのは、地球を辛く苦しい星へと変えてしまった元凶と戦う、それを使命としているライトワーカーがいるのです。女性が優しく癒すなら、男性は強い優しさを持って戦うといったような違いがあるようです。しかし、全ライトワーカーが元凶と戦う使命かというと、それは違います。生まれ持つ特性によります。ライトワーカーの種類とは、一言で言ってもいくつかの種類に分けられます。どのような分け方をされているのか、詳しくご紹介したいと思います。このタイプの人は、その場にいるだけで悲しみ辛さに悩んでいる人を癒す力を持っています。ライトワーカーに一番多いのがヒーラータイプです。専門的にプロとしてそういう癒す仕事についているライトワーカーもいますが、ほとんどは普通に生活する中で周囲の人々が気づかないところでその人の心を癒しています。メッセンジャーは愛情深い精神を持ち、言葉や音楽、身体を使ったダンスなど様々な表現方法をそれぞれの特性を生かして人類に愛と調和というものを心に響かせ伝えています。何かをクリエイトする人たちに多いのがこのタイプです。アーティスト、漫画家、作家などもそうです。トランスミューターとは、ネガティブで否定的な考えをポジティブで明るく変換させてしまうタイプのライトワーカーです。このタイプは自らのポジティブで明るい性質により、
否定的な人を変えてしまう力を持ちます。ライトワーカーとしていくつかの特徴があります。これのどれかに当てはまる、またはほとんど当てはまるというあなたはライトワーカーという可能性が高いです。どんな特徴があるのか見てみましょう。ライトワーカーとして覚醒する前は、転生する前の魂が自ら決めてきたことでもあるのですが、辛い環境や苦しい家庭環境を経験して修行のような時期を過ごします。これを経験することで心に揺さぶりをかけ、覚醒へと段階を踏むライトワーカーもいます。また過去世のカルマ業の継承のため苦難に陥る人もいるようです。若い頃に辛い経験をしたことで、他人に対してより慈愛に満ちた気持ちを持ち接していけるようになります。ライトワーカーはどんな苦境や困難な状況でも、それを乗り越えた先にある明るい未来を信じられる強さを持っています。こんなに辛いんだから投げ出そうとは思わず、壁を乗り越えることを選択する傾向にあります。他の星の魂を持つため、その記憶が宿っており、地球上での秩序ルールに有無を言わず従うことに違和感を持ちます。自分が正しい、やりたいと思うことを信じて貫いてしまうことが多いのも特徴です。ライトワーカーとして生まれてきた人は、優しい心を持ち他人の幸せのために行動する特性を持っています。どんなに極悪非道な人間がいたとしても、その人の良い部分を見れる力があります。生まれた時から悪い人間はいません。善と悪必ず合わせ持って生まれてきます。ライトワーカーはその善の部分を引き上げる能力に長けています。他人が不安や問題を抱え苦しんでいることを見過ごせないのもライトワーカーの特性です。優しさにあふれる心を持っているので、惜しみなく手を差し伸べます。たとえ自分が不利になったり自己犠牲を払う必要があったとしても、他人の幸せを一番に考えるのがライトワーカーの性分と言えます。ライトワーカーは地球の波動を上げるアセンション手伝いをするために生まれてきています。その生まれ持った特性のうち、明るくユーモアに溢れているというものがあります。他人を癒し不安を取り除くことも目的使命としているため、そのために尽力するのがライトワーカーです。誰もが笑顔で暮らせるような環境へと導くことがライトワーカーの喜びでもあります。ライトワーカーは地球外の星から転生した魂を持つものが多いため、地球の波長と合わず生き辛さを感じてしまいます。時に重い波長に引きずられたまま抜け出せず、精神的に病気がちになってしまう場合もあります。ライトワーカーの特性に他人の気持ちを感じ取ってしまう特性があります。特に顕著なのは、悲しみや怒りなど低い波長のものを強く感じ取ります。他人を癒し光へ導くことを目的使命としているため、また優しいという特性もあり、同調してしまいます。気づかないところで悲しみに暮れている人を見つけ出すのもライトワーカーの特性と言えるのです。以上、いかがでしたでしょうか。皆様のご意見ご感想をどしどしお待ちしてます。チャンネル登録よろしくお願いいたします。